ディック・統合は、日本のプロレスラー。本名、佐藤茂樹。秋田県立戸和田高等学校卒業後、FMW に入門したが1から2ヶ月で退団。その後、ユニバーサルプロレスリングに入門。1991年6月5日、ユニバーサルプロレスリング後楽園、ホール大会で、岩鉄勲として、対、正道の苦戦でデビュー。1992年、 メキシコ遠征に行く。同年、ユニバーサルプロレスリングの末期に日本に外戦帰国したが、シリーズのギャラが出なかったため、再びメキシコ遠征に行く。1993年4月、日本に外戦帰国して、道のくプロレスに覆面レスラー、佐藤として参戦。同年、道のくプロレスに入団。12月10日、スペルデルフィントのマスカラコントラマスカラに敗れて、 マスクを脱いだ。1994年3月4日、デルフィントのマスカラコントラカベジェラに破れて、頭を坊主にした。9月15日、支流、テリーボーイと共に、ルード軍、平成会援隊を結成。1995年、怪我で欠場。1996年1月10日、怪我からの復帰を機にリングネームを、ビッグ統合に改名と同時に軍団名を、 海援隊デラックスに改名。6月14日、タッグチーム、夢カリュードで活動していた高道の奥と、船木勝一が海援隊デラックスに加入。1998年3月、WWF と契約。1999年3月、会社とソリが合わなかったことから WWF を退団。4月、日本に帰国後、大阪プロレスに入団。 2001年7月、道の区プロレスに参戦して、ルード軍 FEC を結成。2004年10月、プロレスラー養成所、スーパークルーを設立。2005年10月22日、新木バファーストリングで1期生のデビュー戦による、旗揚げ戦を開催。2006年3月4日、新木バファーストリングで2期生のデビュー戦による、第2戦を開催。12月1日、 練習生の不足による、金銭的経営難により、新規バファーストリングで開催した第3戦を最後に、解散。また、仲の良いタカが率いている海援隊土壌にも参戦しているが、生涯一ヒールを辞任しているため、ヒールユニットの金労刀と共闘してタカと対立する。その一方で、古巣の道の区プロレスで、これまで敵対していたサスケと東北タッグ王座に、ついたりもする。 また新日本プロレスに参戦して CTU とブラックニュージャパンと共闘2010年3月11日ブログで入籍したことを報告2010年4月9日記者会見を開き2011年6月をもって日本でのプロレス活動を引退してそれまでの1年今日は DDT 所属レスラーとして試合を行うこと2011年6月から1年間は 日本国外でプロレスを行い、最終的に、ボリビアで引退試合を行うことを発表。10月、プロレスリング、ノアの日程礼拝争奪ジュニアヘビー級、タックリーグ戦に DDT プロレスリング、代表チームとして、安浦野と共に参加して、同団体初参戦を果たした。11月28日、佐藤光の持っていた DDT のコディ、無差別級王座に挑戦して退官。 その後、不祥欠場により一時返上するも、復帰後暫定王者となっていた指定関係にあり、引退前にシングルでの対決を誓い合っていたアントーニオ・ホンダとの統一戦に勝利して、再び大勘。以降は、原島、イブシ・コータの挑戦を退け防衛している。2011年5月、コディ無差別級選手権、石川修司戦にて敗戦。月日、 引退興業、生き様を開催して、ユニバーサルプロレスリング時代からの先輩である、ゲドウとのシングルマッチに勝利して、国内での活動を引退。8月、世界ツアーへと旅立ち、オーストラリア、ヨーロッパ、アメリカ、中南米を転戦。2012年6月21日、最終目的地である尊敬するチェゲバラの最後の地、ボリビアに到着。 2012年7月、弟子である佐藤裕樹がアイアンマンヘビーメタル級王座を持って、ボリビアを訪れて王座を2度獲得。この927代アイアンマン王座が最後のタイトルになった。9月9日、約13ヶ月に及ぶワールドツアーを終えて、ボリビアにて引退。日本から安浦のアントーニオ・ホンダ、佐々木大介、 ワールドツアー内で指導した各国のレスラーなどが駆けつけた。また、日本から多くのファンも駆けつけた。10月21日、引退後発の公の場として、DDT 後楽園大会に来場。日本インディ大賞2011のベストバウトの表彰式が行われて、開会宣言も担当。3月9日、DDT のプロレス教室に登場。 今後はベトナムに移住して、スポーツジムのマネージメントをしつつ、プロレスの普及をしていくとのこと。5月、ベトナムのダナンにプロレススクールを開校して、ベトナムのテレビ局のサポートの下でベトナム発のプロレス団体、NVP を設立して、吉田光弘が選手権代表として入団。2016年6月5日、ツイッターにて現役復帰を宣言。 7月3日、DDT 博多大会で復帰。9月16日から19日、道の区プロレスの第6回覆面ワールドリーグ戦に、キューバ代表マスクマンのレボルシオンとして参戦して、準優勝。決勝でカリスティコに敗れ、リング上で正体を明かして、カリスティコと抱き合う、感動のシーンとなった。2018年1月13日、道の区プロレスに再入団。 2018年10月23日、タイの首都バンコクの商業施設ゲートウェイへ構えで行われたアジアプロレスリングサミットサワディーカップに出場。2020年7月12日、新日本プロレス大阪城ホール大会ドミニオンイー大阪城ホールのメインイベント内藤哲也 VS エビルに乱入しエビルの勝利をアシスト。エビルの新しいパルハであると紹介され。 バレットクラブに加入した。プロレスラーとしては決して体格に恵まれていないが、軽量級の中では、ウェイトとパワーがある。それでいて、飛び技もこなすけうな選手である。大一番では、その器用さを生かして、日本では滅多に見ないような技をおとちとして繰り出す、こともある。佐藤茂樹が現在と過去に用いたことがある、リングネーム。ありがとうございます。